今回は静岡県川名ホテルゴルフコース富士アウトコースの4番ホール、レギュラーティーからピンまで468ヤードロングホール攻略を紹介します。ティーショット、海に向かって豪快に打ち下ろしていくパー5。ティーイングエリアからボールの落下地点は確認できず、左右の樹木が狙いどころを狭く感じさせる。フェアウェイはかなり右傾斜のため、スライスさせてしまうと、ラフまで転がってしまう。少し左ドッグ気味なので、左にセカンドをつけると樹木が邪魔になることもあり、センターから右目が良い。セカンドショット、セカンドは飛距離に自信があれば、ツーオンも可能であるが、グリーン左手前と右横には深いバンカーがある。サードショット、グリーンを狙える位置に、ボールが来ていれば積極的に狙っていく。グリーンは海側が高く傾斜がかなりあるので、手前から攻め、パットは慎重にしたい。富士アウトコースの4番ホールはパー5。レギュラーティーからピンまで468ヤード、ハンディキャップは1、やや左ドッグレッグのロングホール。難易度は18ホール中17位。平均スコアは 6.0、平均パット数は 1.99。100切りの人は4オン2パットが無難です。富士アウトコースの4番ホール、パー5、レギュラーティーからピンまで468ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、海に向かって豪快に打ち下ろしていくパー5。ティーイングエリアから、ボールの落下地点は確認できず、左右の樹木が狙いどころを狭く感じさせる。フェアウェイはかなり右傾斜のため、スライスさせてしまうと、ラフまで転がってしまう。少し左ドッグ気味なので、左にセカンドをつけると樹木が邪魔になることもあり、センターから右目が良い。富士アウトコースの4番ホール、パー5、セカンドショットの攻略ポイントは、セカンドは、飛距離に自信があれば2オンも可能であるが、グリーン左手前と右横には、深いバンカーがある。富士アウトコースの4番ホール、パー5、サードショットの攻略ポイントは、グリーンを狙える位置に、ボールが来ていれば、積極的に狙っていく。富士アウトコースの4番ホール、パー5、グリーンは、海側が高く傾斜がかなりあるので、手前から攻め、パットは慎重にしたい。